戦局はやがて日本に影を落とし始めた。そして1945年8月、兵がたきを耐え、忍びがたきを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。戦争が終わった、ああよかった、日本の人、若者も中国の若者もこれで死ななくて済む、それで嬉しくってね、もうずっと街中、そのみんながその日本の国旗を焼いたりね、踏んづけたりしてるのを見ては涙が出るんですよ、ボロボロね。だから泣き笑いみたいなね、喜びと悲しみと複雑な感情でね。だが実は李香蘭にとって敗戦は死を意味していたのである。カンカン、つまり中国人でありながら日本に協力、中国を裏切った者として、李香蘭もまた弾劾された。その罪状の理由の最大のものが、あの信濃の夜への出演だったのである。やがて淑子は対日協力者として中国軍に捕らえられ、収容所に軟禁された。李香蘭が本当は日本人であることがきちんと証明されない限り、軍事裁判による死刑の運命から免れる道はなかった。私がこの目で確かめてくると山口さんと約束した最後の場所、それは山口さんが生と死の狭間で自分の運命の行く末をじっと見つめていた場所、ここだ。収容所があった場所はかつての日本租界の一角。李香蘭がどの家に収容されていたのか、それを知る人はもう誰もいません。山口さんがこの場所をどのような気持ちで過ごしていたか、今の平和な時代に生きている私には想像できません。ただ山口さんが李香蘭として背負った重荷、全てを受け止めてここにいた、その場所に確かに今私は立っているのです。日本人であることが証明されないまま、いつ死刑になるかわからない状態で淑子の収容所生活は続いた。実はもう一人の淑子、川島淑子もまた中国軍により女性官官として糾弾されていた。終戦と同時に北京の地で逮捕監禁、その後一度も釈放されることがないまま、3年後の1948年3月25日、川島淑子は処刑されたのである。収容所生活が続くこと5ヶ月目、ついに李香蘭官官裁判の判決の日が来た。その判決は無罪。実は淑子は友人の尽力によって両親の元から戸籍謄本を入手、ギリギリのところで李香蘭は日本人山口淑子であることが証明されたのだ。だが無罪を言い渡した裁判官は最後にこう付け加えた。官官の容疑は晴れた。しかし一つだけ倫理上道義上の問題が残っている。それは中国人の芸名で信濃の夜など一連の映画に出演したことだ。法律上官官裁判には関係ないが、遺憾なことだと本法廷は考える。その言葉は後悔の思いとともに淑子の胸に今も深く刻み込まれている。1946年3月末、李香蘭は日本人山口淑子として上海に別れを告げた。その戦場にはラジオ放送から聞こえてくるイエライシャンのメロディーが流れていた。
もう景色が見えなくなるぐらい涙が出ましてね。私がを生まれ育ててくれた中国大陸とね、もう二度と私は帰ることないだろうで、さようなら李香蘭、さようなら中国、口でつぶやいてましたね。